フォルカー・フィンケは、ドイツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。生まれ故郷の地元クラブ TSV ベーレンボルステルで、キャリアをスタートし、その後は、TSV ハーフ・エルス、ハノー・ファー・シャー SC ・ SC1893、TSV ・シュテイリンゲンなど、カイリーグのアマチュアクラブでプレーする。 1974年に選手としても所属し、当時西ドイツ中部に所属していた TSV シュテリンゲンで指導者としてのキャリアをスタート。1986年には同じく古巣の TSV ハーフエルスに監督として復帰。人口6万人未満の小さな町のセミプロチームを立て直し、1990年には ドイツサッカーの全国リーグであるブンデスリーガの2部に昇格させる。1990年までは、生まれ故郷のニーンブルク・ベーザーの高校、アルベルト・シュバイツァー・シューレで、社会学とスポーツ学の教師として働いていた。SC ・フライブルグ監督1、SC ・ノルダーシュテットで1年間指導をした後、1991年7月に、当時同じく、 ブンデス2部に所属していた SC フライブルクの監督に就任した。この時、あなたはドイツでも最高レベルの指導者を得られたと思う。しかしあなたの権力は明日から半減されるということを理解した方が良いと、フィンケを監督に昇聘した SC フライブルクの会長に対して1、SC ノルダーシュテッドの会長がコメントしている。 フィンケ監督率いる SC フライブルクは、それまでのカウンター頼みの退屈なサッカーとの批判も、あった剣種を売りとするスタイルを一転させ、ショートパスを多用し、流れるようなパスワークを展開し、ゴールを量産するスタイルとなった。就任2年目となる1993年には、クラブ史上初となる2部優勝を果たし、ブンデスリーが一部へ昇格した。こうした、 SC フライブルグの躍進は、トージマンマークとリベロの前世であった、ドイツサッカー界に新風を吹き込み、ドイツで最もモダンなサッカーとも評価され、ドイツの他クラブにも多大な影響を与えた。1995年には、ベルダーブレーメンや、バイエルンミュンヘン、ボルシアドルトムントなどブンデスリーガの名門クラブを、次々と破り、3位というクラブの歴史上最も、 優れた結果を残し、翌1996年には同じくクラブの歴史上初となる UEFA カップ本大会出場も果たすなど、ドイツ分デスリーガでも旋風を巻き起こした。フィンケは1991年から2007年までの16年間、SC フライブルク監督を務めた。これはドイツプロサッカー界における監督としてのクラブ。 所属最長記録である。また SC フライブルクは、フィンケ政権中に、フィンケのコンセプトの下、クラブの規模からすれば、破格の金額である6500万ユーロ以上の金額を、施設投資に充てている。フィンケ退任の際、サポーターのみならず多くの選手も、この決断に反発し、反対運動が起きた。退任後、ドイツ国営放送にて、 どのようなクラブからのオファーならば受託するのかという質問に対してフィンケはお金よりはコンセプトビッグネームよりは哲学と答えている。浦和レッズ監督2008年12月2009年シーズンから J1 浦和レッドダイヤモンズの監督に就任することが発表された。自身初の海外での監督業挑戦となった。就任1年目は これまで浦和が行ってきたカウンター重視のスタイルから、ポゼッションを重視する、パスサッカーへの移行を推進。また、育成重視を志向するクラブの方針もあって、他クラブからの補強を行わずに新戦力獲得を、新人のみに抑え、若手選手への世代交代を図った。開幕戦で17歳の原口元気を、スタメン起用したのを皮切りに、 山田直樹や高橋俊樹といった10代の選手に対し、積極的に出場機会を与え、4月には首位に立つなど、前年不振に終わった、浦和の復活を予感させる躍進で、2位で前半戦を折り返した。しかし後半戦に入り、当時 J リーグアーストの14連敗を記録していた、大分トリニータに敗れるなど、リーグ戦7連敗を喫し、上位から陥落。 その後も、不安定な戦いが続き、最終的に6位という成績に終わった。また、天皇杯2回戦では、当時4部相当の北新越フットボールリーグに、所属する、アマチュア主体の社会人チームであった、松本山が FC に0から2で敗戦したことを、きっかけに身体問題へと発展。最終的に2010年シーズンも指揮を取ることとなったが、 田中マルクス・トゥーリオなど一部の主力選手との確執も噂されるなど日本での監督就任初年度はフィンケにとっても不本意なシーズンとなった。またこの年敗戦したサンフレッチェ広島戦後の会見で相手からタックルを受けながら倒れなかったエスクデロ・セルヒオに対し ペナルティーエリア内でファウルを受けたのだから倒れるべきであったと発言したところ、シミュレーションを助長したと取られ、犬飼はじめ賞日本サッカー協会会長が、フィンケと、橋本光夫社長に苦言を呈すなど物議を加納し、後日フィンケが釈明する事態となった。結果が求められた2010年は、柏木陽介、マッシュー・スピラノビッチ、フライブルク時代の教え子であるウィルフリード・サヌト、 自らの要望で多数の即戦力選手を獲得し、前年と同様に4月に首位に立つなど、スタートダッシュに成功する。しかし W 杯南アフリカ大会による、中断明けの夏場には、7月と8月に、カイクラブ相手のものを含めて5杯を喫し、優勝争いから交代した。この結果が発端となり、毎年行われている、トークイベント、 トークオントゥゲザーでサポーター400人と直接、質疑応答の機会を設けるという、シーズン中としては、異例の事態も起きた。その後も、リーグ戦最終節でも広角圏にいたビッセル神戸に0から4の大敗を喫するなど最後まで、成績は上がらず、結局前年を下回る10位に終わった。2年続けて、満足な成績を残すことができなかった一方で、 浦和のサッカースタイルを大きく転換させたこと、若手を次々とレギュラーに抜擢し成長させたこと、多くの選手からの信頼やチームの雰囲気は決して悪くなかったことなどから、フィンケに対する評価は、マスメディアやサポーターの間でも肯定派と否定派に大きく割れ、2011年の挙手が注目された。しかしこの頃になると、チーム作りの方針やメディアへの対応などをめぐり、 フィンケとフロントの圧力が表面化。結局、2010年をもって、契約の非更新が決定し、浦和での指導は2年間で終わった。ケルンスポーツディレクター2011年より、1FC ケルンのスポーツディレクターに就任し、同年11月から、同クラブ取締役も兼任して務める。しかし、2012年3月、ケルンのすべての役職を辞任して退団。 自らが監督に昇聘した、ストーレ・ソルバッケンとの対立が原因と、報道されている。同年7月、監督在任時のクラブフロントとの圧力により、実質的な喧嘩別れとなっていた浦和と復縁し、選手の紹介やチーム運営のアドバイスを行う。カメルーン代表監督2013年5月、フィンケは、カメルーン代表の監督に就任。 彼自身にとっては3年ぶりの現場復帰、かつ初めて代表チームでの指揮となった。カメルーン代表はアフリカ予選を勝ち抜き、2014FIFA ワールドカップに出場したが、2014年6月の本大会では、協会と主力選手との対立もあってチームは振るわず、3連敗でグループリーグ敗退となった。しかし、フィンケはその後も監督にとどまり、 2015年1月のアフリカネーションズカップ2015にも参加したが、こちらも2分いっぱいでのグループリーグ敗退に終わり、さらには成績不振により2015年の10月23日に解任された。公演、その他の活動、ショートパスをベースとした攻撃フットボールのサッカーが新情。運動量が豊富で、守備能力と意識の高い献身的なプレイスタイルや、 ショートパスを多用したビルドアップ能力に優れている選手を高く評価する。喫水のストライカーは滅多に起用せず、細かなパス回しと MF の走り込みを組み合わせた攻撃サッカーを施行する。1990年代前半、SC フライブルクを率いてドイツ分デスリーガに昇格した際にはお金が支配するプロサッカーや フットボールの本質を捉えないテレビ番組などをテレビや雑誌などを通して通列に批判しプロサッカー業界の異端児として有名になった。ドイツのフットボール専門ディベート番組などでは最も評価の高い、しかし自らのメディアでの露出にあまり好感を持っていないために滅多に招待することができない人物として知られている。ありがとうございます。